何気ない朝の日常をお届けします。朝ごはんを食べ終えるとだいたいネムネムモードになるキムシャン。ちなみに朝5時頃が一番元気です。どちらかがまったりしてると現れるもう一人。いつもはキムシャンからグータンへのペロペロが多めなので、グータンからのペロペロはとても貴重です。朝からこんな姿を見れて幸せだな。キムシャンのこの眠くて寝そうな半目の感じが止まらないです。場所を変えてごろん、とにかくまったりな朝です。グータンはごろんのプロだけど、キムシャンはなんかへたっぴ、そんなところも愛おしいですよね。キムシャンのお腹の毛、避妊手術から3ヶ月経ちますが、まだ生え切っていないです。遅めの子みたい。お腹に足を置いてること結構あるので、お互いに気にしないスタイルみたいです。我が家の朝はこんな感じでまったりモードでスタートします。いつもご視聴ありがとうございます。素敵な日々を。